さあ、じゃあ見てみましょう。オープン。これは可愛いね。これは可愛い。いやいや、君たちも可愛いよ。君たちも可愛い可愛い。ここに聞いて。ぶっちゃけものすげえ持ってたでしょ。いや本当に持ってた。じゃあもう一瞬正直教えて。いやゼロじゃないじゃん、ゼロじゃん。本当に持ってた。じゃあそんなわけないって。いや本当可愛いの。いや俺だったら毎休み時間こくるわ。そうか。毎休み時間振られるよな。もう可愛すぎて言えへんかったんちゃう。いやでもぶっちゃけそのほら付き合ってよとかさ、なんかこうちょっとなんか君と会いたいっていうやつがいるからさみたいなのいっぱいあったでしょ。いや全然。ないです。いやひっそりほらファンクラブみたいなのあったと思うよ。いやないんですよ。いやそれあったね。あってん絶対。それあってん。あってん。それ知らないだけだ。あってん。それ。いやあったのよそれ絶対ある。じゃあこれはあったんじゃない。なんかこう友達がね、いやなんかさ、いやなんかめっちゃなんかモテそうだよね、なんか俺とかさ、なんかだってあの付き合いたいとは思うもんね、なんつってそっちが結構そう俺と付き合うとか言い出したら本当にずるい。あいつずるい。あの一発鎌かけるやつ、ね、ちょっと様子を伺って。そうそうそう、脈ありだったらいい。冗談っぽくだから言う人いっぱいいたでしょ。冗談っぽく。いやいないです。いこれこれいた。かわいいなこの犬。かわいい。かわいいな。かわいい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 。犬大好き。もう直接言えや。こっちにかわいいって。犬大好き。いやそれもう若手のライブの頃から一緒にやっててさ、はい、ずっと前からね太蔵は俺のことをねライバルだとか言ってくれんのよ、うん、もう俺は全く思わない。お前ふざけ。俺は上から上から。じゃあなんかほら、あなんか私もちょっと軌道に乗ってきたかもなんて手応え感じた瞬間とか作品とかある？あの花道晴れのマヤイリ役をさせていただいた時に、本当にあのインスタグラムのフォロワーが100万人ぐらい増えた。そうなんです。それまで何人ぐらいだったの？な一桁ぐらいだった。一桁？でじゃあそれは嘘でしょ。ね、一桁から100万人になるか。そんなことあるだね。7人とか？七人とか。どこでやってたのよ。一桁。一桁。一桁。五人とか8人とかで。そう。もうそしたらやめた方がいい。7、8人だったら。まあ、夢があるよね。間違えた。何人だった？7万人とか。そうだよね。そっちが1桁ね。7万人から100万人になった。いやでもそれすごいよ。2桁違ったね。はい、そうです。はあ、そんなに変わるんだ。